昆虫採集、昆虫採集とは昆虫を捕まえることである。研究目的、あるいは趣味としてこれを行う。ここでは捕まえた後に殺し、乾燥標本として収集する行為についてを扱う。昆虫の乾燥標本を集める趣味は歴史が長い。研究者であっても趣味として昆虫のコレクションを行っているものも珍しくない。ヨーロッパでは 貴族的な趣味の一つとみなされる。そのための専用の昆虫採集人という職業がある、ほどである。そのようなコレクションが、博物学やその系譜を引く、分類学を支えてきた面もある。イギリスの富豪ロスチャイルド家のナサニエル・チャールズ・ロスチャイルドとミリアム・ロスチャイルド・チチコは、のみのコレクションを知っていたことで有名で、そのために、北極へ最終戦を仕立てたこともあったと言われている。 世界ののみの分類学研究は、世界中ののみの標本を網羅したナサニエルと、父のコレクションを整理研究したミリアムの功績によって耐成されたのである。昆虫は、圧倒的に種類数が多く、多様であるので、すべてを集め尽くすのは、ほぼ不可能である。また、地方変異や個体変異など、並べて比べる楽しみもある。宝石並みの美しさを持つものや、 奇妙な姿のものもある。虫を追っかける、狩猟的行為そのものを目的とする原始的な楽しみ、という面もあろう。何でも集める人もいるが、多くの人は特定の分類群に情熱を集中する。特に蝶は、古今東西、一番の人気を誇り、その知識の集積は凄まじいものがある。これまで蓄積された、学術情報の密度が、極めて高く、 例えば蝶の標本一つから、それが世界中のどの島のものか、どの季節に採れたのかがわかる場合があるほどである。対照的に、がは人気が低く、ごく一部の根強いコレクターがいるばかりであった。最近では、蝶の学術的解明が進んだため、研究志向の愛好家は対象をアに移行させる傾向が見られる。がは基本的に夜間に採集が行われるため、 昼間に採集が行われる蝶と違いが医者勤めをしている愛好家でも休日をあまり考慮しなくても良い点も大きな魅力となっている。それでも標本作りに特殊なテクニックを要する生姜類の愛好家はあまり増えていない。他に、甲虫目、甲虫目のオオサムシゴミムシ類、カブトムシ類、クワガタムシカも人気が高い。小金類、カミキリムシ科なども なかなかの人気である。小金メの、それ以外の昆虫をまとめて、雑甲虫と言ったりもする。他にトンゴなども地道な人気があり、愛好家に占めるハイレベルの研究家の率が高い。不人気な分類群は、プロの研究者と、相互補完的関係にある、アマチュア研究家のマンパワーが不足するので、研究がなかなか進まない傾向がある。早めが、その代表であるが、 近年ビレーナ種の多い花アブカは採集者が増えつつあり、日本の花部省がそれに比例して詳細に解明されつつある。また、やはり通常の昆虫標本の製作法、口実が適さず、煩雑な方法でプレパラートなどにしなければならない。アブラムシやトビムシ、アザミウマなどの採集者は、プロの研究者以外には、ほとんどいないのが現状である。昆虫採集を行うには、 それなりの場所へ行くものである。必ずしも遠くへ行く必要はないのだが、身近で採集できるものは限られている。それでもたまには、近所で賃品に出くわす場合もあるので、いつでも最小限の採集用具を持つのは、採集家の足並みである。本格的に採集に出かける場合は、当然ながら、野外活動の身支度とともに、リュックサックの中に採集用具を入れて引っ下げて出かける。道具は、 対象分野によって様々である。野外を歩きながら探して回る採集が基本で、これを見取り法、あるいは見つけ取り法という、道を歩きながらあちこち眺め、虫のいそうなところを見て回る方法である。地には、葉の裏をめくったり、石をひっくり返したりもする。昆虫の集まるポイントというものがあり、そのような地点で粘る、採集家も多い。それは餌場であったり、 繁殖地であったりという例もあり、例えばたくさんの花をつける木には、蝶や様々な虫が集まるし、伐採した樹木を積んだ場所には、噛み切り虫などが産卵のために多数集まる。他に、例えば山頂付近などに、下から様々な昆虫が吹き上げられてくる場所がある、という例もある。また、小型の昆虫や動きの少ない昆虫は、野外では目につかないことが多い。 それらは生息地に検討をつけて探す。そのための面白い方法の一つに叩き物採集というのがある。これは樹上の養子の間にいる小型昆虫を採集する方法として発達したもので枝の下に布を広げその上で枝を棒で叩くものである。そうすると枝葉の間の昆虫はふるい落とされて布の上に落ちるので見つけやすくなる。応用として 枯れ木の束や樹木に生えたキノコに対してもこれを使うことがある。土壌動物として生活する昆虫は土壌動物の採集法で捉える。昆虫の方をこちらに呼び寄せる手段もある。そのようなものをトラップと称している。広い分野で有効なのが夜間に明かりをつけて虫を集める投下採集というやり方である。他に容器に餌を入れて虫を呼ぶなどの様々なやり方がある。 プロとアマチュア双方の世界に採集者が多くいるため、採集や標本作成のための様々な道具もある程度の市場規模が期待できる。そのため、昆虫採集専門に工夫されたの器具類の開発が進んでおり、研究用機器としては比較的安価に市販もされている。補充網はどの分類群に対しても使われる。飛ぶ、昆虫。 蝶やトンボを追っかけるには必須であるが、飛ばないものが相手でも、見つけた時に落ちて、逃げるのを防ぐために下受けるとか、やぶをないで目につかない虫を集めるなどという風うにも、使う。一般の玩具として売られているものは、枠が柔らかい針金でできているので、枝などに当たれば曲がってしまう。専門的なものでは、スプリングが効いて、丸く畳めるものや、四つ折りにできるものなど、丈夫で、 しかも持ち運びの便利なものがある。直径は様々なサイズがあるが30から70センチメートル程度のものが一般的である。竿の部分は網の部分を折りたためばポケットに収納できる程度の短いものから繰り出し式になっていて伸ばせば10メートルなどというものも存在する。なお、これらの道具は釣り用具の磯玉を流用することもある。補充網は 蒸気のたたき物を最終にも使われるが、叩たたき物を最終専用の、その名も叩たたき物というのを持参する人もいる。普通は四角の布に、対角線に枠を入れたものである。なお、傘もこの用途に使える。広げてから、取っ手を上にして、枝の下に受けるように傘を持ち込み、枝を上から叩くのである。傘の色は白か黄色が、虫が目立つので便利。折りたたみ傘はすぐ壊れるので良くない。 他によく使われる道具としてはピンセットがある。穴の中の昆虫をつまみ出す場合などにも使われる。小さくてつまめない昆虫を捕まえるためには、吸虫管を使う。これは、缶瓶の蓋にガラス管を二本通したもので、片方にゴムなどの吸い管をつけてある。もう一方の管を虫に近づけ、吸い管を口に加えて吸うと、虫が吸い込まれることで捕まえられる。吸い管の入り口には、 布などを被せてあり、虫が吸い込まれないようになっている。糞などの衛生的でない場所での採集や、カメムシなどの匂いが強い昆虫を採集する場合は、スポイトを用いた物掃除機のように電動で吸い上げるタイプのものが使われている。捕まえた昆虫を標本にするには携帯を破損しないように殺す必要がある。腸では胸部の側面を圧迫するだけでその目的を達する。 ことができるが、大抵の昆虫ではこの方法は効果的ではなし、研究上重要な形質を破損させかねない。多くの場合は化学物質の蒸気で殺す。野外でこれを行うためには、細い缶瓶を用意する。昆虫採集専用に作られたものは、ガラス製でそこにくびれた部屋がある。そこに脱脂綿などを押し込んで薬品を吸わせておくことができるようになっており、薬品を仕込んでから口を コルクセンで密封する。これを、毒瓶、毒瓶があるいは、殺虫管、と言い,い、捕まえた虫をこれにどんどん放り込んでいく。大型の昆虫用にはより大きなガラス容器である、毒壺、毒壺がある。毒瓶、毒壺に用いる薬品は、今日では、酢酸エチルを用いることが多い。かつては、シアン化カ,カリウム、いわゆる生産カリウム、少量の酢酸や、キクズ。 木材は、犠酸や酢酸を微量に発生するとともに、瓶の底仕込んで、石膏で封じ、石膏の壁を通じて徐々に微量のシアン化水素ガスが発生するようにしたものもよく用いられた。酢酸エチルの入手は、青年で身分証明や印鑑などが必要であるために未成年に来るだけ、昆虫採集に費用をかけたくないものは100円一ショップなどで販売されている。 酢酸エチルを含むマニキュア除光液を使用している。必要微小な生姜類にはアンモニアも用いられる。酢酸エチルは毒瓶の壁に結露しやすいため、ほの毛や剛毛が同定形質として重要な鉢やハエに用いる場合には体表が濡れて毛が損傷しやすいので不切な側面がある。戦術のシアン化カ,カリウムを用いる方法はこの手の 昆虫に最適であったのであるが、今日では一般の入手が困難になったため、大学などの公的研究機関以外では稀にしか用いられいない。これらに酢酸エチルを使う場合には、死んだらすぐに瓶から取り出す、結露した酢酸エチルをこまめに拭うなどの工夫を要する。また、1990年代以降にアリュー酸ナトリウムとクエン酸を混合して、 アリューサンガスを生じさせる方法が使われるようになってきており、蜂やハエの採集に有効であるほか、体脂肪の多いおさむしやゲンゴロウに用いた時に油のにじみ出しを防止する効果があるため、次第に普及してきている。ホルマリンは殺した昆虫が硬化し、下記のような手に足ができなくなるからほとんど用いられないが、トンボやキリギリス類の色止めに用いられることもある。 また、酢酸エチルなどの薬品が入手できない場合や、使用すると変色してしまう場合は冷凍後に入れるという方法もある。通常の昆虫の場合は十分処理が可能でありしかも、変色なども少ないという理がある。蝶やガでは、羽に臨粉ンンがあって、物に触れるとそれが剥がれ、反紋が失われる。これを避けるため、蝶では戦術のように胸部を左右から押して殺し、ガでは、 毒瓶で殺した後、三角脂と呼ばれるパラフィン紙を三角形に折りたたんだものに包み、専用の三角ケースに入れる。トンボやカゲロウなど羽の薄い昆虫も、毒瓶では、羽が損傷することがあるのでこれを使う。トンボの場合、生きたまま三角脂に包み、餓死させるようにしないと、内臓が腐敗して著しく変色してしまう。蝶と蛾以外の昆虫に関しては、トンボに限らず、 必ずしも殺さなくてもよい。最終品がそれほど多くなく、かつ時間に余裕がある場合、ガ死させてから処理しても十分間に合う。むしろ蒸気のような薬品を使うことによる変色や破損も避けられる。ただし、捕らえた昆虫が生存中に、苦しまれに自らの不足を噛んで破損させたり、暴れて羽を痛めたりする恐れもあるので注意が必要である。 昆虫を標本、昆虫標本にする場合、普通は殺したものを形を整え、乾燥させて保存することが多い。昆虫の乾燥標本は、比較的色もよく残り、形も崩れないが、粉茶たてや、カツオブシムシなど、乾燥動植物質を餌とする昆虫に食われやすく、保存には注意が必要である。幼虫など体の柔らかいものは、 アルコールにつけるなど、液診標本として、学術研究レベルの昆虫採集では、液診標本や、顕微鏡観察用プレパラートの作成が、プロの研究者や民間の研究家、愛好家によって行われている。昆虫の乾燥標本は、比較的簡単に作れるが、見栄えの良いものを作るには、それなりの技術があり、そのための器具も開発されている。がなど、 羽が大きくて模様のあるものは羽を広げて形を整える。これを天使という。天使のためには天使板を使う。長方形の板の両端に短い柱を立て、そこに真ん中に隙間を開けて2枚の細い長方形の板をそこ板から浮かせて乗せたものである。蝶の胴体に針を刺し、これを2枚の板の隙間に差し込む。羽を広げて両側の板に形よく止め。 乾燥させるわけである。この際、羽には手を触れないよう、針先で羽を広げ、羽の上にパラフィン紙でできた天使テープをせ、その紙を押さえることで形を決める。羽に針を刺すと傷がつくからである。鉢やハエアブでは見栄えを良くするために天使して、標本を作ることが行われるが、童貞に必要な形質で見えにくい部分が多くなって、しまうことがあるため学術研究用にはむしろ羽を、 上に立てた形で成形されることが多い。昆虫標本は針を刺して箱に収める。針は専用の昆虫針というものがあり、太さも各種揃っている。大気の乾燥したヨーロッパでは伝統的に鋭い鋼鉄製の黒針が多く使われてきたが、湿潤で鉄の錆びやすい日本では、鋭さでは鋼鉄製に劣るものの錆びのリスクがないステンレス製の針が使われている。 針を刺す位置は、蝶、が、ゴキブリなどを除くと、小中線上の形質を破壊しように胸の中ほどの、右側寄りとするものが多い。針の刺せない、小さな昆虫は、厚紙や厚手の剣と紙を小さく三角形に切り出し、その先端に接着剤で留め、その台紙に針を通す。接着剤には日本では古くは、アラビアゴムに類似したトラカントゴムが使われてきたが、今日では、 作酸ビニールエマルジョン系の接着剤、木工ボンドなどの商品名で販売されているものを使うことが多い。ヨーロッパでは伝統的に三河が使われ、標本の精査用に台紙から取り外す時に湯で簡単に溶かすことができるため、近年になって日本でも使用者が増えてきている。小さな紙に最終年月日、最終地点、最終者などのデータを記入し、 標本を通した針に刺してその下につける。このデータラベルが欠如した標本は学術的価値が失われてしまう。場合によっては名前等を記したラベルをさらに追加する。同定により判明した学名、和名、同定者、同定年月日などを記したラベルを同定ラベルと呼び、研究の進展やご同定の訂正によって新たな同定ラベルが付されるときは、 その標本の研究履歴を明らかにするため、古い童貞ラベルを外さずに、新たな童貞ラベルを加えるのが研究上の約束時とっている。標本を収める箱も、標本を食う虫が入らないよう、霧などの木製で密封できるきっちりとしたものが販売されているが、良いものは高価である。しかし、ヨーロッパと比較して、高温多湿であるために宙返。 カビ害の著しい日本では、この標本箱の吟味が欠かせない。最も近年では、日本の住宅事情も変化し、家屋の外壁が強化されているため、昔ほどには、中外やカビの害は起こらなくなってきている。ヨーロッパの博物館などでは日本なら子供の玩具的な標本箱とみなされている、ボール紙製の標本箱が通に使われていると、言われている。こうした針し乾燥標本は、 昆虫の標本の保存法としては簡易であるとともに保存性も極めて高い。数百年前の標本ですら十分今日の分類学研究に役立つほどである。このように昆虫は観賞用と学術研究用の両方の用途に耐える質の高い標本が針刺し乾燥標本という形で簡易に作成できることに特徴がある。観賞用と学術用の標本が両立する動物は 他には、軟体動物の貝殻標本や哺乳類や、鳥類の剥製標本があるが、剥製は、採集、標本作成双方に手間と費用が大幅にかかる。結局のところ、趣味と学術の両方にまたがる、生物標本収集が、裾野のの広い趣味として成立するのは、昆虫以外では、貝類採集ぐらいである。一頃、昆虫採集のために、 貴重な昆虫が絶滅するという論が行われたことがある。そのような場合、昆虫採集化は大規模な環境破壊、例えば森を切り崩しての土地開発の方がはるかにひどいのであり、多くの貴重な昆虫の減少の原因はそこにある、人間が捕まえる量は、たかが知れていて、すぐに再生するものだという風に言い返すのが常であった。 これは確かにその通りで、普通に捕まえる限り、普通の昆虫は減少するものではない。しかしながら、最近では、熱狂的なマニア、別名、虫屋の中には、普通でない昆虫に対して、普通でない捕まえ方をする者がいる。例えば、産地が限定されている蝶の幼虫を取るために、食草の樹木を切り倒したとか、大島に、特産の大木のろにだけ住んでいるクワガタや、 コガネムシを取るために、チェーン層で洞を切り広げて生活場所である腐食の堆積物を全部書き出したとか、とんでもない話が報道されているのみならず、現実に行われた実態が、保全性大学の研究者からも調査報告されている。このような人物にとっては、目的の昆虫の数が減ることは、手元の標本の希少価値が高まるので嬉しいらしい。いくら昆虫採集とはいえ、 節度は守るべきであろう。また、環境破壊により極端に生息数が減少した昆虫の中には、全国から愛好家が集中して、衆を行うこと自体かなり強い圧力になってしまうものも現れている。こうした特定の昆虫の採集問題は、昆虫採集の一般論とは区別して議論する必要がある。むしろ、特定の土地の生物書を網羅する調査には、 アマチュア愛好家も参加した昆虫採集の効果が非常に高い。広範な種の昆虫を採集している愛好家の収集した標本群はその土地の生物症の変化を追跡するためには極めて貴重なデータであり環境破壊を食い止める施策を立てる大きな助けになる。昆虫採集は昭和後期までは児童生徒の夏の宿題の定番であった。虫を追っかけるのは 中は子供の本能みたいなものでもあり、標本にして名前をつければ自然観察や理科の勉強にもなるわけで、大いに奨励もされ、鷹市屋には昆虫採集セットが販売されていた。ちなみにその中身はよくわからない毒液、実際には食用色素で色をつけたただの水遊霊もあったやら、注射器やらメスやら、実際の昆虫採集には向かないものも多かった。それでも、 そのようなものから科学への関心を持ち、本気で科学者や研究者を目指したものは少なくないはずである。しかし、昭和50年頃から昆虫採集を奨励しない方向へ、理科の指導が変わってきた。一つは、昆虫採集は虫を殺すから野蛮だというものであり、もう一つは、採集、標本作りは科学ではない、むしろ観察をするのが大事だというものであった。また、 子供が学習のために制作した標本の多くは永久保存用として市販されている昆虫針や標本箱を使用していないめ、制作後は針から錆が出たり外虫に食い荒らされたりしてせっかく作った標本が無駄になって終わることも問題視された。それにおそらくは自然環境の破壊が進んだこと、子供が野外に出ることが少なくなったことなど他の要因もあるのだろうが、 結果的に昆虫採集をする子供はがっくりと減少し、昆虫採集キットを売っているのを見ることもなくなってしまった。この風潮に煽られる形で昆虫採集を好む子供に対していじめが行われたり、それを一部の教師が助長する局面もあったことす、報告されている。現在でも自然観察教室などでは採集は避け、観察しようと指導しているところもある。 夏休みの自由研究等においても、昆虫採集は、貝類標本、植物採集もであるが、めっきり作品数を減らしてしまった。一部では、このことが現在問題になっている子供たちの、理科離れの一員になっているのでは、というものもある。まず実際の生き物に触れなければ、そこから、先の関心や、問題意識が生まれるはずない。そのための入り口として、 昆虫採集は手軽で有益なものだというのである。ただし、再度昆虫採集を奨励するにしても、もともと昆虫に本格的な関心が向いていない子供に、昆虫採集を義務的奨励しても、興味がなくなったり虫が湧いたりして無駄に死う、廃棄されたりする標本のみ増えることにつながるため、児童子個々人の理科学的な関心の向いている方向に応じたオプションの人として、 昆虫採集が用意されるという状態が望ましい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。